大手製薬会社のロート製薬とトップスポンサー契約を結んだプロバスケットチームバンビシャスならが今日会見に臨み今回の契約により直面した経営危機を乗り切る見通しが立ったと発表しました会見にはバンビシャスならの加藤慎二代表取締役とロート製薬の山田邦男代表取締役会長が臨みました B リーグ2部に所属するバンビシャスならは去年大口のスポンサー撤退などで債務超過となり株リーグ降格への危機に直面しましたが今回のトップスポンサー契約などで財務状況が改善する見通しが立ちました加藤代表によればリーグの判断次第だがこれまでと同様 B リーグ2部でプレーできる可能性は大きくなったとしていますこれを受け山田会長は ロート製薬の創業者が宇田市出身であることに触れ悲願である一部リーグ昇格には時間がかかるだろうが奈良のチームの昇格を後押ししたいと話しましたまたチームは新井知事への表敬訪問も行いスポーツを通じた地域の活性化や今シーズンの活躍を誓いました祖先も勝てるように で皆さんに笑顔を届けるように頑張りたいと思います、えー、しっかり10連勝、20連勝できるように頑張ってきます。頑張るぞー